やっぱ南に来るとよくノスフリートを見かけるな。しかしグリーガーってのはどうして死なないんだろうな。さあな、腰抜けすぎてハールに嫌われてんじゃねえか。何にせよ私たちでなきゃとどめをさせねえのは厄介だぜ。だね、木に射止めるのが一番早いかも。あと首を飛ばすとしばらく動けないみたい。時間稼ぎにしかならないけどね。バルタ水軍のフェリアさんだっけか。いつも余裕があるっつうか、俺にどっかで見たことあるような。まあいいや、後で話を聞いてみっか。こちらの海域を回れる日が来るとは思わなかったな。機会があれば行きたかった穴場が。なあアドル君、少しでいいんだ。後で小舟を借り出しても構わないかね。お父さん、もしかして今からグリーガーでも倒しに行ってくれるのかしら。聞かなかったことにしてくれ。いい風ですね。上陸しよう。
村の中にグリーガーの気配は感じねえな。軽く回ったら外も調べてみるぞ。他にも見ていくかい？あんまり無茶はしないようにね。いいね。他も見ていきな。あんたたちの今後を楽しみにしてるよ。
先を急ごう。かかるぞ。交代だ。避け、炎のマナ。宝箱か、ワクワクするな。珍しいな。先を急ごう。あり、見覚えがあると思ってな。間違いない。ここは私が初めてグリーガーを買った場所だ。私は10歳だったらしいけど。ま、初めてならこんなもんか。それにしてもやっぱり使えるじゃねえか。今のがマナの力。クリムソンはずっとこいつらと戦ってきたのか。ああそうだ。いつからだ。どうして戦うんだ。こいつらを倒したって略奪できないぞ。ああそうだな。グリーガーが俺にとっちゃ倒すべき敵だからだ。倒すべき敵。おい母ちゃん、知りたいことがあったら自分で調べて知るんだな。楽をしようとするやつは結局楽にはならねえぞ。どういうことだ。お前にはノーマンとして生きるための全てを叩き込む。だがそこから先のことをとやかく言うつもりはねえ。いずれお前は、いや何でもねえ。ま、自分で考えて自分の人生をつかみ取ってみせろ。俺がお前にしてやれるのはせいぜいこれくらいだ。今のような状況になるって分かってたのか。それとも他に何か。はっきり思い出せねえけど、あの時のグリムソンはどこか。クグ姿だな。まだ隠れてやがったか。こいつは確か
カーペント商会の会長か。確かカルナックの街道でも助けたよな。ご金製のイスパニの織物をロムンの貴族に譲るば。今は夢の中みてえだな。うん、そうだったな。このまま放り出しておくわけにもいかねえか。
なるほど、白い闇か。確かに一度確認した方が良さそうだね。分かった、すぐ出航しよう。あ、よろしく頼む。エゼルとドギは怒りを上げて砲を張ってくれ。分かりました。アドルはいつも通り家事をよろしく頼む。カージャ殿、アドル君。ちょっと父さん、まだ先生が寝てろって。あんたは目が覚めたのか。カージャ殿、一度ならず二度まで命を救っていただき感謝しておりますぞ。成り行きでそうなっただけで感謝されるようなことじゃねえよ。助けていただいたことは事実です。このロメス、ご恩に報いるためにもサンドラス号への乗船許可をいただきたい。あんた戦えるのか。そりゃ無理ですな。ですが交易や目利きのご用命ならば何なりとお役に立ってみせましょう。そういうことならバルタ島にいた方がいいだろう。私にも故郷カルナックを滅ぼされた悔しさがございます。前線にあるサンドラス号こそが私の居場所と心得ます。息子が協力しているのにどうして私だけ安全な場所にいられましょうか。まあそういうことなら戦闘の邪魔だけはしないでくれ。おお、ありがたき幸せ。あ、うん、あれは絶対何か企んでいると思う。父さんが生きていてくれてほっとしたし嬉しいけど、妙な火種をサンドラス号に持ち込まないか心配だな。三角海域、ノーマンでも滅多に近づかない場所だな。目印はイルカ岩だったわね。可愛い見た目だったりするのかしら。いや、案外かっこいい感じかもしれないぜ。どちらにしてもいい観光名所になりそうですな。おいおい、和んでる場合なのかね。父さん、あんまり船内をうろうろするのはやめてよね。ちゃんと構造を把握しとかんといざという時に困るだろう。例えば哨戒の修繕資材を積んだり、商船として動く時なんかにな。一応聞くけど冗談だよね。わかっとる。わしとて今すぐ動けるとは思ってないわい。だが少しの好機も見逃してはいかん。お前も跡取りとしてその辺はしっかりな。はいはい、分かってますよ。ほんとめげない人だよね。こんなところに小島が。私も知らねえ島だな。無人島みたいだが上陸してみるか。
気を急ごう。いいものみたいだ。何しに来たんだよ。まだ何かあるってのか。もう話しかけないでくれよ。やってみよう。
さあ、何が入りようかな。まだまだ、在庫。またお待ち。続けるぞ。地図で見た地形だ。調べてみるぞ。他にも何かありそうだな。余裕があれば上陸してみるか。これは金の匂いがしますな。にしても海は広いね。ずっと見ていると吸い込まれそうになるっていうか。そうですね、不思議な気持ちにさせられるというか。ちなみにノーマンの伝承によれば、海の神は白髪の老人だそうですよ。彼らの故郷は厳しい北の地、寄せる白波も冷たく激しいでしょうね。なるほどな。ちょっとわかる気もするぜ。海って荒れると怖えし、ノーマンにとっても恐ろしいじいちゃんなのかもな。怒りを下ろせ、上陸だ。
ごいじゃねえか。俺は公園、町ではしがない漁師をやっていた。まさかあの海賊姫が率いる船だとは。こんなことになっちまって、一体これからどうすればいいんだ。